治療は、えー、切除、効果療法、レーザー。 保存的治療も当然あの大事な治療だと思いますけど、あと、まあ、薬の治療があります。いろんな薬あの、皆さん使われていると思います。主に症状を緩和したり、合併症の治療になります。これがないと病気と付き合っていくこともできないです。痛みは痛み止めですね。えー、あと出血、不臭、炎症。これは止血剤とか利尿剤、アステロイド漢方もよく使われると思います。あと放火治験とか細菌化しはら抗生剤だし、凝固以上、ね、あの血栓ができたり。 困ったりしますすると思うんですけど、その場合は工業抗虐を,を使います。これは基本的には患者さんが困っている症状に対して緩和させるための治療ですけど、今日お話しすることは病気を、えー、できるだけ抑える。まあこれはあのー。 根本的な治療になってるかどうかっていうのはまだ分からないですけども、ステロイド抗がん剤は今まで使ってましたが、プロプラノロール、シロリウムスなど新しい治療薬。これは病気の原因遺伝子に作用する薬剤です。一つ目の乳児血管腫のお薬、プロプラノロールだと言いますけど、これは高血圧のお薬なんですけ、ね、ど、もう何十年も前から小児科では使ってます。どうしてこの血管腫に効くのかって不思議ですよね。不思議だし、大事な部分だと思います。これは今までの時点で予想される作用と血管腫の変化です。血管種も血 血管にくっついていて、えー、栄養されてるわけですけど、高血圧のお薬なので、血管を収縮させて、まあ、血圧を下げようと柔らかくするイメージですね。血管収縮させて、それが数日でですね、僕たち治療してると、なんかピンク色になってくるんですよね。まあ、血流が 減る。お風呂入った後に血管子が赤くなりますっていうのは、は血流が増えて赤く見えるっていうことだと思うんですけど、血流が減るっていうのが一つの役目です。これだけでは血圧が下がるだけなんですけど、その後、血管新生に働くと言われています。よく血管新生増殖因子っていう、まあ、VGF とか言いますけど、こうやってどん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 大きくなる力を弱くさせると、そうすると数週間、数ヶ月経ってくると本当に小さくなってきます。 治療が必要な方たちに、ね、先ほど言った、こういう、まあ、困った病、ミュージック関心の方たちですけども、たちが経験した患者さんだと、ここに額に大きな、ね 盛り上がった血管腫がありますけど、ここレーザー当てられてるんですけど、表面赤いのをちょっと取るだけなんですね。もちろんそれもちっちゃくなる可能性もあるんですが、3ヶ月、6ヶ月、薬だと、まあ、中から全部効いてきて、このように、まあ、最終的には毛まで生える。顔でも、この方は表面の、まあ、範囲が広いタイプの方ですけど、レーザーも併用しながらこうやって、まあ、薄くなっていきます。このように問題になるものをできるだけ早い段階で判断して治療していただくといいと思いますし、あと まあその他の脈管腫瘍、いろんなさっきのカサバハを起こすような脈管腫瘍もそうですけど、的確にまあ判断診断して治療していただくといいかなと思います。あと、脈管危険の場合は、うん、そのものがですね、どん,どんどんどん大きくなるっていうわけではないんですけど、 少しずつ大きくなったり、痛みとか出血とかいろんな症状が困ってしまうので、それに対する治療法がないかっていうのが私が考えているところです。結果申請作用によってこうやって血管がどんどん伸びてきたり育ったりします。伸びたりとかこう分子したりとかっていうところが遺伝症状があると起きなくなるというのが原因です。遺伝子のことって難しいと思うんですけど、遺伝するかしないかっていうよく,聞,く聞いたことあると思うんですけど、遺伝病って言って発症したりします生まれてくると体になる。 前の段階のところで少し遺伝子に変異があると、そこが病気になるというのが基本的なところです。だから、お父さんからの遺伝というわけではない、そのお子さんにも遺伝するわけでもないです。ただ、遺伝子の異常が、例えば腫瘍の場合は、ほぼ100%その細胞遺伝子異常あるんですけど、脈管危険の場合は、例えばここが腫れている患者さんであれば、遺伝子変異がある異常な細胞というのはむちゃくちゃ少ないです。調べると数パーセントとか数十パーセントくらいの異常なんですね。 だから、他の,あの細胞というか、膨らんでるやつは、この細胞がいることによって、まあ、影響を受けて、膨らんでしまってるというふうに、まあ、何か出してたりするんでしょうね。僕たちはこういう細胞を育てたり、研究をしています。血管とかリンパ管の内細胞っていうのは、培養してるとですね、こういう血管みたいな管になります。遺伝子の異常があると、こういう塊になります。これ、あの、動画で見ていただくとわかるんですけども、これは正常リンパ管内細胞ですね。こうやって、 非常に綺麗に形に作っていきますね。まあ、これは2日ぐらい培養したものをま動画で撮ってるものです。遺伝子異常があると、細胞自体もちょっと大きかったりするんですけど、塊みたいにひっついてしまったりとか、そのまま普通は管になるのにちょっと歪な管になってしまったりします。これよくわかりますね。さっき脈管機器の場合は、 まあ数,パ数パーセントとか数十パーセントって言いました。僕たち、5%パーセントだけ混ぜてやると、管を頑張って作るんですけど、こういうふうにちょっといびつな形になります。こういうイメージを持っていただくといいかなと思います。でさっきのイスバ分類ですけど、ほとんどの一般症、脈解症、脈解症の中の病気が、この遺伝子の異常があるんじゃないかってことが分かってきました。まだ研究段階のもありますけども、例えば PIK3CA っていう、これ、すごく重要な 遺伝子はリンパ、リンパ管症、リンパ管症、あと静脈系とかクリペルにも発現してたり。出方によって全然病気のタイプが違うんですよね。それは不思議です。まとめて言うと、脈管腫瘍も脈管器系も大体何かの遺伝子の異常が原因で起こっています。それを図示すると、血管、 とかまあ、細胞を作ったりとか装飾させたりあと血管を新しく作るために必要な大事なケルス単純化したものなんですけどラスっていうものとピックっていうところの経路でそれぞれですね大事だったりします。 僕たちが研究しているのは、その原因ももちろんそうですけども、それを抑えるお薬が病気を良くしてくれないかというふうです。さっき細胞でちょっといびつに形になってたのが、薬を入れると実は良くなってくるんですよね。患者さんの症状を良くする方に働くじゃないかっていう研究をしています。今、よく分子標的薬とか分子標的療法っていうと、基本的にはがんの治療薬ですね。よくネットとかでも調べていただくと、がん遺伝子のことが書かれています。まあ、がん脈幹器系でも見つけ 受ける遺伝子に似ています。でも、癌の異常と脈管系の異常はやっぱりちょっと違うんですよね。がん細胞だったら増殖する信号になってたりするんですけど、分子標的薬すると増殖が抑えられるわけですが、脈管危険の場合だと。 すごく元気な遺伝子をちょっと持っているばかりに周りを、まあ、膨らませてしまっている。そういうのを抑え込む薬っていうのが分子標的治療薬になるんじゃないかというふうに考える。新しい治療薬のシロリウムス。もともと免疫を抑えるお薬ですね。食後の臓器食あの拒絶反応の予防で、まあ、海外で承認されていたものが、本法ではラパリウムスというお名前で、えー、2014年に妊婦薄患期菌症に承認されて、2018年に塗り薬がですね、血清性効果症、実はさっきの遺伝子、 に関係がある病気ですけど、去年の9月に難治性のリンパ管疾患に承認がされました。錠剤なんですけども、リンパ管疾患というのはリンパ管腫、リンパ管気系、リンパ管腫、ご飯病、リンパ管拡張症に使えるようになっています。この辺りは私たち難治性と呼ぶんですけど、難治性というのは、なかなか手術とか効果療法とかそういう治療では難しいだろうという状態の方です。小児慢性とか難病になっています。リンパ管疾患はエクセシが 活性化していることが多いと言われているので、悪性が効くだろうというふうに考えています。実際使っていますと、袋がこう小さくなったりとか、手術だとなかなか全部取れないようなものが、こうやってまあ改善したりします。この方法が小さくなる。なんでそうなるのか、なかなかわからないんですけども、流れが良くなったり、あるいはどんどん膨らもうとする力が減ってきたりとかするのかなと思います。出血とかリンパ漏れっていうのも収まると。 言われています。実際投与してもなかなか効果ない方もいます。なぜかはよくわかりません。まあ原因が別なのかもしれません。実際やめたら戻ったりとか、基本的な感知っていうのはないのかなと思います。こういう注意事項もあります。まだまだあのどうやって投与するかこれからの課題です、ね。副作のことをあの。 心配な方も多いと思うので、まとめますと、口内炎、ニキビが多いです。口内炎は結構治療開始してしばらくが多いですし、時間経つと少なくなる方も多いと思います。清潔に保ったりとか保湿をすると予防はできますし、起こったらうがい薬とか軟膏でだいたい自然に良くなります。ニキビは思春期とか若年成人の方が多いんですけど、症、ま、に、あ、はあまりならないです。通常のニキビと同じような対応です。あとは脂質異常とか感染症とか、まあ、添付文症とかでは感染肺炎疾患とか様々 書いてありますが主先生のの指示のもと安全にご使用いいいたただきたいと思いますシロニムスはリンパ化疾患以外の静脈器系とか、えー、混合型の薬化系のクリッペルとかカサバッハ、まあ、この辺りに治療効果が期待されます。初にされたのはこのリンパ化疾患だけで,ですね、えー、他のものは、えー、今まだ治験の最中になります。今ちょうどま子どもさんにも使える下粒剤も合わせた。 治験をずっとやっているところで、こういった他の疾患に適用拡大を、えー、ぜひ期待いただければと思います。一応、私が知っている範囲の脈管以上の治験情報ですけども。あとゲル剤の方も始めました。 これ、あの、去年の12月から開始してます。あと、静脈系の効果療法、実は保険適用はないのでやっていますし、この低力側型というのは静脈系とリンパ管系と混合型ですけど、ART001 っていう薬剤の第2層もやっているところです。ゲルズの知見のことを情報提供させていただきたいと思います。えー、これは、プラセボ対象二重毛系無作為化。この辺読むだけでちょっと何のことだろうっていうふうですけど、対象は、えー、静脈系。 まあ、リンパ関係、皮膚の病変がある方ですね、あとは、薬管使用、これを塗るわけですけど、基本的にはシドジムスのライフの効果が明らかな疾患ばかりですし、えー、局所に高濃度にできるんで効果が高いんじゃないかと期待もできます。あと、全身投与じゃないので副作用も減らせるだろうと思います。このように、国内もいろいろ治験やってますけども、海外でもっとたくさんやってます。もうど,んど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 んやられてるんですね。私が調べれる範囲だともう この分子標的薬っていうのはありとあらゆるものが試されています。結果がどういうふうになるかというのはもちろんわからないんですが、研究は進んでいるというふうに、まあ。私たちこういう薬物療法を主にやっていますけども、脈幹以上の、まあ、脈管系の方の治療というのはこういうふうになっていくんじゃないかと僕は考えてます。従来の検査法とかでわかるような方、まあ、あと治癒可能な方は標準治療、まあ、今やっているような既存の治療法で治る方はもちろんいいと思うんですけど、なかなか今までの治療で難しかっ たり診断が難しかったり、あとは小さい頃というのはなかなか症状も乏しかったりするんですけど、その病気は何なのか診断するために遺伝子を調べるとですね実際分かったりしますし、それはこの遺伝子があればこのお薬が効くんじゃないかっていう治療に結びつくかなと思います。分子標的薬にまあ、治療に繋がる。なおかつ、えー、標準治療っていうのはこれだけで治るといいんですけどもなかなかこの白血病メカニズムは難しいですね。有効でなかったりコントロールできない。 って方がこういういお薬を、まあ、遺伝子解析やった上でもいいし、やらなくてもこの分子標的治療に結びつくといいかなと思います。外科の先生、内科の先生、いろいろ私たち各組でやってるんですけども、コンビネーションですね、やって切除が可能になれば手術ができるし、本当、患者さんごとの個別回、まあ、治療ってよく言いますけども、えー、そういう風になるんじゃないか。当然、それでもなかなか難しい場合もあると思うんですけど、症状を抑えたりとか、腫瘍を小さくすることで、その病気に長く付き合う。そういうのが あのこれからの将来の治療になるのかなと私は思いますこれが最後のスライドになりますいかし結果は診断が重要ということはよく分かったと思います代表的なことだけお話ししましたけども皆さんの知識 にえー、お役に立てればと思いますいろんな病気の患者さんがこれを聞かれてると思うんですけどもよく今あの関わってる主治医の先生と相談して、えー、病気とか患者さんに合った適切な治療を目指しましょうと私が言うのも変かもしれないんですけども今の主治先生と相談しながら進んでいただくといいと思うし私たちの研究もまだまだ、まあ、本当に始まったばかりどういう方向に進んでいくか将来像というのは私が考えてるだけなのでそのまま行くのかどうかわからない ですけど良い治療法もきっとこれから開発されますし海外でもたくさんそういう研究やって見える,いるのでぜひあの期待していただいて明るい将来のこういう診療像を考えていただくといいかなというところでセミナーを終わりたいと思います。